こんにちは。シャドバの操り人形です。やっとこさ最後の出向者にたどり着きました。一応カットスローと軸で採用をしていたので、初めて使うってわけじゃないんですけど、メインプランとして使うのは初めてです。そして使っていく軸は人形軸。イメージで言うと確定で7コストの掌握者って感じです。序盤は人形で盤面を形成しつつ、オーキスで体力を削ってギルザイルで仕上げって感じです。リーチェナは状況によって白だったり黒だったり、様々ですけど、渋滞破壊後にプレイすれば全部解決という極論です。そんなに難しい条件でもないしね。あとは一応グライアスを入れてあります。基本盤面処理用なんだけど、最後の仕上げに使えなくもないしね。本当はグライアス最強盤面を作りたかったんですけど、想像以上に難しい環境でした。診断が始まる前はグライアス一強だと思ったんですけどね。まあ弱くはないんですけどね。ただ問題が一つあって、ギルザイルを引けなかったりするし、引けないまま買ったりしちゃうんです。なので人形軸で使おうって考えになりました。そして人形軸で使うと安定して強いということに気がつき、出向者シリーズってみんな名前の最後に L がつくってことにも気がつきました。なぜ今まで気がつかなかったのか不思議なんですけど、序盤の方じゃまるで気がつきませんでしたね。もしくは気がついたことを忘れているかの2択。どっちでもいいね。とりあえず今言えることは人形軸がそこそこやれるということ。それくらいです。あとは全レジェンドを使った感想と適当に順位付けをして尺を稼いでいきます。まず囚人側って言うんですか？人型の方のランキングなんですけど、今度のフォロワーも強いので甲乙つけがたいです。とりあえず再開はエルラーででいいですか？現状だと間に合わないからね。あとはコント同率1位でもいいレベル。条件達成で難易度付けをするならブービーが間が強ってことにできるけど、弱いってわけでもないんですよね。ついでデッキパワー的にカットスロートかな？5くらいは使わなくても勝てるアンテマリア。同率4位でバルバロスとガロダートで、同率1位がセフィーとエステンデッドでどうですか？ほとんど僅差ですけどね。使えれば最強と使わなくても勝てるで差をつけました。あまり自信はありません。逆に出向者側は簡単な気がします。9くらいはゲノムエルでいいでしょ？8くらいは間に合わないレディエル。7くらいは上限が鬼のミロエル。6くらいは難易度が高いリムエル。5くらいは地味に難しいデラエル。4くらいからは難しいね。リムエルは結構強いけど、9ターン目だから4くらいかな。3くらいは万能だけどフィニッシャーじゃないからドラズエル。そうなるとギルザエルが2くらいですか？そんなに強かったんですね。1位ハゲンはズモガナシュマエル。でもナーフされるかもしれないし、よくよく考えるとゼラエルは全クラスで触ってないのでわかりません。他はちょうどいい具合だし、スペルウィッチだけ調整すればいい環境になるかもね。ということでリーサルです。ちなみにデッキはこんな感じ。グライアスは別に必要ありません。オリビエでいいかなって思ってます。あとはギルザイルとか新色を削って掌握者とかかな？他の新カードで何かいいのがあるかもしれません。エンハンス後でバフするカードとか刺さる場合があるだろうし、人気も採用できるし、可能性の塊。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。